イチャンカラとは中央アジア、西アジアの都市に見られる市街地の形態である。城壁に囲われた市街地で日本語に直訳すると内城王となる。城壁の外に発展した郊外の区域はデシャンカラと呼ばれる。1990年にユネスコの世界遺産に登録されたウズベキスタン共和国のヒバの旧市街地が特に有名であり、この項目では ヒバのイチャンカラについて記述する。中央アジアと西アジアの各都市に存在する内情のうち無傷の状態で保たれているのはヒバのイチャンカラのみであり、封建的、イスラーム的都市国家を知る上で一級の資料となっている。イチャンカラは東西約450メートル、南北約650メートルに広がり、やや東に傾いた長方形をしている。 城壁の高さは7から8メートル、基部の厚さは5から6メートル、全長2.2キロメートル、面積は26ヘクタールに及び、周囲を外壁のデシャンからに守られている。かつて、ヒバには城壁に死者を埋葬する吸収があり、埋葬された人骨の一部は城壁の表面に露出している。イチャンからの建築物は大きく歩く、マドラサ、モスク、マスジットに大別される。 20のモスクと20のマドラサと6機のミナレットなど50以上の歴史的建造物と250以上の古い住居が残る。ヒバの街の始まりとなったという伝承が残されている。平和区の泉はパフラバンマフムード病の中庭に存在する。1740年にイランのナービルシャーの攻撃によってイチャンからの建造物の多くが破壊されたが、 これらの建築物はおよそ18世紀から19世紀にかけて再建された。1969年に一案から全体が博物館都市に指定される。1983年に大規模な旧市街地の改修工事が実施され、歴史記念物地区の建物は保存、改修され、老朽化が進んだ一部の建物が取り壊された。周辺の居住区では、 古い家屋の撤去と建て替えが行われ、外区の様相は大きく変化した。現在は約3000名の人口を有し、日本人も1名居住している。旧市街地の中心部と東西南北を走る幹線道路沿いに、王宮、マドラサ、ミナレット、聖者病などの主要な建築物が並んでいる。火器の熱気を避けるため、建物は全て北北東に向けて建てられている。 イチャンからの景観を最も特徴づけているのは、スカシボリ彫刻が施されたレンガの壁と紙面に設けられた四つの門である。門にはそれぞれ東のパルワーンダルワザ門、北のバグチャダルワザ門、南のタシュダルワザ門、西のアタダルワザ門の名前が付き、そのうち西のアタダルワザ門は1920年に撤去されている。かつてのヒバハン国の時代にパルワーンダルワザ門の 外側では奴隷市場が開かれており、多くの奴隷たちが火場で実施された建築事業に刺激された。それらの土台は10世紀に作られたと言い伝えられているが、原存の10メートルの高さを誇る門は17世紀に修繕されたものである。市街地内に存在するミナレットの中で最大のものはイスラームホジャミナレットである。 最も古いミナレットは18世紀末に混流されたジュマモスクのミナレットであり、ついで1842年混流のパルワーン、ダルワザモン外側の道路沿いに位置するセードバイが古い。この二つのミナレットを結ぶ直線上に混流されたものが、1853年に工事が中断されたカリタミノル、1905年完成のドルワンカリである。カリタミノルこの世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。